これは童話ですからね、小学生なんか聞いても分かるように話がなってるんですけど、彼はそれでも幸福なのか、彼は全く不満を持ってない、その人がいるということが他が全部満足しても必要だ。今鈴の兵隊さんのお話ありましたので、アンデルセンの鈴の兵隊さんのお話ですね、はい、先日ねお話があったアンデルセンの童話鈴の兵隊の、幸せについての話、もう少し詳しく聞きたいというね、はい、心がね動かされて、たった一人信頼できる存在、そういうのはどういう方になりますかとか、そういうご質問もいただいてますね。実は幸せの4階建ての玄関から入る、はい、まだ入ってないんですよ、この講座ですね、はい、それからまあ1階から2階に上るとき、はい、1階から2階に上るときの文学作品というのは結構あるんです、うん、それでみんながこういう本を読むと人生が目覚めるよっつってんのは、だいたい1階から2階に行く本なんですね、はい、ところが一足飛びに2階から3階に行くのにヒントになるのが鈴の兵隊さんなんですよ。2階から3階が鈴の兵隊さんなんですね、はいはい、はいはい、でまあこれは童話ですからね、はい、ですから小学生なんか聞いても分かるように話がなってるんですけど、はい、それをなんで僕はこの前持ち出したかというとですね、まあその皆さんの質問を聞いてて、ちょっと飛んでる、そういうふうにこう1階から2階に、まあ、多くの皆さんは今行こうとしてるんですけども、その2階から3階っていうのをちょっと垣間見とくことが必要かなと思ったんで言ったんですね。うん、であの鈴の兵隊さんっていうのは鈴のスプーンかなんかで溶かして作ったんですね、はい、25体、はい、兵隊さんなんですよ。あれ兵隊さんであるってことがすごく重要なんですね。アンデルセンという人はですね、非常に不遇な人生を送ってるんですよ、はい、才能が有り余ってて、そしてまあ作品が素晴らしかったけども世の中には受け入れられなかった、私生活的にもあまり恵まれてはなかったんですね。余計に作品に磨きがかかってるっていうのが僕の考え方なんですね、うん、でまあ通常の、まあ、日本の昔話とか、はい、グリム童話とかそういうものとは質的に違う深い内容を持ってると僕は思ってるわけですね、はい、それで一つは鈴の兵隊さんがスプーンかなんかから作られるわけで鋳造されて、はい、軍隊が25人、そのうちこう作ってるうちに25体目を作るときに鈴が足りなくなって片足になったわけですね、はい、それで片足の鈴の兵隊さんで鉄砲を担いで軍服を着てるわけですね、はい、これはどういう状態か、うん、彼はそれでも幸福なのかっていうことですけど、はい、うん、彼は全く不満を持ってないんですよね、うん、全く不満を持ってない。要するにですね、我々がミミズで生まれるかネズミで生まれるかですね、人間で生まれるか人間でも日本人に生まれるのかっていうのは全くの偶然なんですね、はい、我々は日本人として生まれるということを望んで日本人に生まれたんじゃなくて、生まれてからしばらく 2,3 年経った時に、あ、俺はこういうのだなと少しずつ分かってきたわけですね。そうするとその今の自分の状態を極めて狭く取るんですよ。つまり私は日本人であれ1900何年に生まれ、高校の時の標準状態はこれである、その標準状態からちょっとでも悪ければ不幸だ、ちょっとでも良ければ幸福だというふうに思うわけですね、うん、ところが人間にはですね、人間ばかりじゃない、もちろん犬もネズミも、ね、ミミズもね、みんな自分の人生があるんですよ、はい、その者たちも幸福と不幸があるんですよ。じゃあなんでね、鈴の兵隊さんは25体のうち自分だけが片足で、俺はなんで片足に生まれたんだろうとは思わないんですよ。彼は何て思うかって言ったら、俺は片足だけどしっかりと立つんだと思ってるわけです、うん、ね、しっかり立つんだ。物語いろいろあってマンションから落ちたりドブに流されたりするわけですが、はい、最後にそのドブからこうなんていうか大きな運河に入ると、うん、そこで船が沈んでいくわけですよ、はい、これが落ちていくところですね。落ちていって、うん、少年たちが船を作ってくれる、それが流れて、それでも立ってるんですね。この話は、はい、もちろん話ですから、うん、片方の足で立てるはずないんですけど、この時に一つあるんですね。この前に女中と少年が探しに来るんですよ、
ビルの下に、その時に声をかければ僕はここですよと一言声をかければ助かったんです。しかし声かけないんですね、はい、そこにアンデルセンがちょっと注釈を書いてるんですね、軍服を着てる自分が助けを呼んではいけないって言ってるんですよ。それはどうしてかというと、軍人というのはみんなを助けるために存在するんですよ。みんなを助けるために存在する自分がいかに苦境に陥ってても助けを普通の人に呼ぶのはおかしいなっていう感じが出てるんです ね。そして魚に飲まれて、はい、その時にこの飲まれる寸前にですね、その自分の好きな踊り子の女の子がね、はい、の声が聞こえるんですよ。へー、はい、さようならさようなら兵隊さん、あなたはもう今から死ななきゃいけないのよって言うんですよ。それは何を言ってるかって言ったら、これは兵隊として生まれてるんですね。兵隊さんっていうのは尊敬されてるわけです、一般的に。なんで尊敬されてるかっていうと、兵隊さんっていうのは死ぬことが決まってるんですよ。いつ死ぬかという問題はありますけどね、まあ、有名なそういうことを言ってる方もおりますけども、軍人に対して無事に帰ってきてくれと言うなと。軍人っていうのはいつか出征の時に死ぬのが運命だと、それは分かってるんだって言ってる話が、まあ、日本の軍人であるんですけどね、それをこうアンデルソンは言ってるわけですね。それを女の子に言わせてるんですよ。さようなら兵隊さん、あなたはもうこれから死ぬのよとこう言ってる、はい、それを聞いて幸福に死んでいくわけです、うん、兵隊は必ず鉄砲に当たって死ぬわけです。どんな時でも鉄砲を離さず持ってて、突撃命令が行ったら突撃すると。自分の足がなくても構わないと、そういう一つの職業としての言ってみれば人生っていうのがあるわけですね。それをアンデルソンは書いてるわけです。まあもちろん子供にそれを教えようと思って書いてるんだけど、はい、もしも我々がですね、片足の鈴の兵隊さんのような心を普段から持ってたら、もちろん不満はありません。自分は死ぬのがこの社会において役目なんだから、うん、やがて死ぬと、こういうふうに思って覚悟もついてる。はい、しょっちゅう文章の中に出てきますが、それでも兵隊さんは固く銃を持ち直しましたと書いてあるわけです ね。それはそれを言ってるわけですね。いよいよ魚の中に入って、これは物語ですから、それの魚が釣り上げられて元の家の人が買ってお腹を裂いたら鈴の兵隊さんが出てきたっていう話で、はい、またこの自分の恋人の踊り子、踊り子はまあ片足で立ってるんで片足だと思ってたわけですけども、うん、それと再会しですね、そしたら少年が気持ち悪い、魚の体の中にいたら嫌だっつってストーブの中に投げ込む、うん、でストーブの中に投げ込むから塗料が溶けて、だんだん体が溶けていくときに髪の女の子も一緒に飛んできて、まあ、メラメラと燃えてしまう。鈴の兵隊さんはそのまま溶けて鈴の塊になり、かつ冷えるときにハート型になって、そういう形になったっていうのは物語なんですね、はい、でこの時に彼は焼かれて死ぬ時も熱くないんですよ、うん、でアンデルセンはそこで書いてるんですね。兵隊さんは熱かったのか、それとも心の中のその彼女に対する愛情で体が熱かったのかは区別ができなかったと書いてる、うん、彼はですね。それから綺麗な軍服の色がもうほとんど溶けてしまったって書いてあるんですよ。この一つ一つは非常にこう眼蓄があってですね、軍人が軍服が溶けていったらもう軍人じゃないんですね。で一人の人間になる。それでも自分は死ぬんだけども、やっぱり愛する彼女の方を見ながら死んでいくと。そしたら偶然にも彼女が風に吹き飛ばされて、髪の彼女がストーブの中に入って、まあ、一緒に死ぬことになったっていう、そういう話なんですね、はい、それで我々がまず一つは職業とか生まれた運命、家庭だとか、そういったものに本当に身を委ねることができたら、それをその例えば我々だったらネズミとかミミズと比較した方がいいんですよね。自分が幸福かどうかっていうことをミミズとかネズミと比較できるか、天皇陛下と比較するかっていう問題があるんですよ。で天皇陛下と比較してるような人が多いんですけど、その人は常に自分の境遇は不幸であるとか、そういうふうにこうなってしまうんですね、うん、本当は全部同じなんですよ。その運命だと思えばその運命の通りいくわけですから、運命として標準的な状態であるっていうだけがまあせいぜいなわけで、それを飛び越えるってことは
ミミズが突然人間になるってことはできないんですよ。じゃあ我々が今ミミズ、あなたミミズになりますかって言うと、みんなは絶対嫌だと言うんですよ。そうですね、はい、ですから自分の人生が満足であるかどうかっていうのは、まず一つは自分の運命をそのまま受け入れるっていうことだってことなんですね。それが片足であるとか鈴の兵隊であるとか、兵隊だからもう死ぬことが運命づけられるとか、そういうことは人生の幸福でも何でも関係がないとアンデルセンは言ってるんです。あともう一ついるっつってるんですね、はい、もう一つのが落語なんです、僕の言ってる。つまり人間はそういうプライドを持ち、運命を寛容して、それで生きていこうとしても一つだけ必要なものがある。それは他人との愛情なんだ、はい、女性との間の愛情でもいいし、友達の関係でもいいし、特攻隊でもいいんですね。日本を愛してるから自分の命を落とす、うん、何か我々、僕の理科的な説明を言えばね、多細胞生物の人間が、多細胞生物のは僕何言ってるかって言ったら、足の細胞も頭の細胞も手の細胞も全部独立してるわけですね、うん、だけどその細胞一つ一つの希望をもし聞いたらね、私は武田邦彦の細胞の一つとして生きていきたいというはずなんです。それと同じように、それは60兆個、まあ30兆個って話もあるから、まあ、30兆個にしましょうか、はい、30兆個の細胞一つ一つは完全に独立してるわけですよ。遺伝子的にも独立してるし、代謝も独立してるんですね。ただ胃の細胞は胃として機能し、皮膚の細胞は皮膚として機能してるけども、それは運命づけられた場所にいるだけなんです、うん、そしてこの本体が死ぬときに自分も何も文句なしに死ぬんです。それと同じように、多細胞生物は必ず群れというものが必要で、群れの中でしか生きれない。2つ条件があるわけですね。細胞同士の塊であるとともに、細胞の塊である個体の塊であるわけです。だからアンデルセンは他でも同じような作品がいっぱいあるんですけども、踊り子さんはその象徴なんですよね。踊り子に恋してなければダメだっちゅと言ってんじゃないんです、あれは。ええ、自分の友、自分の心の許せる人、その人がいるということが、他が全部満足しても必要だって言ってるわけですね。だからその点では鈴の兵隊さんの童話をよく理解できれば、2階から3階に登る糸口になるんです。今のねお話聞いて2つポイントだと思うんですけど、その鈴のお話の中で、今自分の人生が要は片足であろうとも、それそのものを受け入れるということと、あとは落語的要素ですよね、まあ、今日虎ノ門でおっしゃってましたけども、利己的か利他的かっていうところがあって、うん、でまあ人間そのものの存在自体が結局大脳によってもう利己的になっているわけですよね。利己的になるように東大に行こうと思ったりするからね。そうだけど、そこの大脳部分を除いた本当の意味で利他的なところの行動の源泉ですかね、それがあれば、要は落語、要は他人からの愛ですか、他人への愛ですか、相互の結びつきの強さですかね。強さか、あ、はい、そうですね、相互のね、こっちがとかじゃなくて、うん、じゃないですよね。だからあれは、うんうん、鈴の兵隊さんも踊り子を見てました、うん、踊り子も鈴の兵隊さんをじっと見てましたっていうのはその表現なんですね。そうか、じゃあお互いにそうだったということですね。そうですね。その存在自身が全て自分の人生を受け入れた上でですね、はい、最終的にですね、そのお互いが、まあ、火の中に入ってハートマークになって、はい、なったっていう、その意味合いだったということですね。ここにはそういう運命をもたらしたびっくり箱の中に入ってる小悪魔とか、それが陰謀をするんですよ。はい、それからいたずらの少年が船を作ってドブに流すんですよ、はい、ドブにはドブネズミがいて、また意地悪するんですよ。なるほど。最後は大きな川に落ちて、そこで魚に食われるんですよ、はい、それから最後、何の理由もなくとアンデルセンが書いてますが、何の理由もないのにストーブに投げ入れられるんですよ。それに対する、そういうその自分の意地悪、自分の人生をダメにするいろんな人たちっていうか、ものたちが現れるんだけど、それに対して一言も不満だとか嘆きとかがないんですね。それは人生においてそれが普通の状態だからなんですよ、とアンデルセンが思ってるからですね、はい、だからそういう、その人によっては
自分に意地悪をする、いじめをする、運が悪い、そういうことに対して反抗したり歯向かったり、それがイライラしたりっていうことになりがちなんですよ。で、僕はこの前こう言ったんですね。僕は痛風でも機嫌はいいんですって言ったんです。あなただったっけ？そうおっしゃってましたね。痛風で足が痛くても機嫌はいいんです。その痛風っていうのは小悪魔であり、はい、あドブネズミなんですよ。はい、そういうものは人生ではあるわけだから、はい、そのあるものに対して自分の人生を不幸な方にずらしちゃいけないわけですよ。そうですね。だから僕あの時に、私は痛風でもいつも上機嫌なんですよって言ったのはそれなんですね。そういうものにかかずらない心っていうものを持つ必要がある。しかしね、それはね、彼女を愛してるとか、そういう家族があるとか、親友がいるとかいうことじゃないと、そこは支えられないんです。それが落語ですよね。そうです。なるほど、わかりました。まあ、ぜひね、鈴の兵隊さんですね、読んでいただければと思います。はい。